初だね。初。俺も初なんだよな、人力車ちょっと楽しみだな。ゆったりとやっていきましょうと。おお。ヤッホー。お待たせしました。よろしくお願いします。失礼します。お願いします。おお、怖え。すーげー。斜め。すーげー。ちょっと風がありますので、はい、こちらの方をね、毛布の方を、はい、あ、これあったかそうだ、これは皆さんこれあったかいの本当って言われるんですけど、撮った時に実感していただけると思います。あったかいよ、もうシートベルトもあるんだ。シートベルト軽車両扱いになりますね。原付きのバイクと同じになる。ほど、シートベルトあったかい。シートベルトあったかい、おかしい。ソフィー、ほら初めて乗ってますね。どうですか、はい、どうですかって言うとまだね。ブルン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 タウン、よろしくお願いします。お願いします。失礼します。おおお、すげーよ。お願いします。お願いします。行ってきます。いらっしゃい。おお、プルタマカーリンない、人力車、サヤジュガ、イエーイ。うわ、すげーすげーすげー。おー、早い。結構早いな。意外と結構早いですね。意外と、もちろん、原付と同じ、軽車両扱いですが、原付には負けますが、割と速い方だと思います。そうですね。でですね、よく手にブレーキついてるのって聞かれるんですけど、はい、ついておりません。この2本の、私の体から生えてる2本のブレーキでお客様を守ってます。なるほど。一応じゃあこれ制限速度30キロなんですね。出ないけど、出ないです。あ、すげえ。これはすげえや。やっぱ海外の方多いですか、乗る人。そうですね、私あんまり英語は得意ではないんですけど、はい、黒い衣装なので、黒でね、気に入ってなんか乗ってくださることは多いです。あ、そうなんですね。あと私ちょっと後ろにこの頭に手ぬぐいを巻いてるんですけど、はいはい、ちょっと忍者っぽいななんて言われて、なるほど。それで気に入って乗ってくださることも多かったです。あ、なるほど。わーお、これすごいね。しかもなんかこの時間だと結構いい感じの、いいね、いい感じだね。これを見ていつかインドネシアの方がたくさん来るかもしれないんで、その時はぜひよろしくお願いします。ありがたいです。もっともっと私も語学を勉強して完全なウェルカム状態で迎えれるように。そうですね、そうですね。人が多い時もそうですね。あと眩しい時、女性様大きな日傘を差して歩かれる方など、はい、ほぼ上を見ることってあまりないと思います。はい、実はね、上におじさまがいるんですけど、おじさまというね、はい、本当だ、いますね。お前、ネズミ小僧次郎吉ですね。え、これネズミ小僧ですか、はい、かの有名な。こうやってるんですけど、よくね、小さいお子様がね、手振ってくれるっていうこともあるんですけど、実はね、違ってお金を投げております。あ、悪い人からお金を盗んでみんなにくれるいい泥棒なんて言われてます。9割の方はそう思ってます。私もこの仕事をしてなければ思ってました。え、本当、実は天才なんです。すぐに盗んじゃう。盗んで盗んで、持ってる木の箱がすぐ満タンになってしまうそうです。ということはね、もう26キロぐらいになるんですね。なるほど。で、重たくて重たくて逃げれない、ちょっと軽くして逃げようということで軽くして投げてた、それを皆様が勘違いしたということになっております。なるほど、面白い。今日私が、ね、回らせていただく、道を全て歩いたという方でも、いざ乗っていただいたら、あ、こんなのあったんだとか、結構そういった発見が多かったりもするんですね。そうですよね。なのでね、ジェリーさん結構そういった意味でも人気でございます。へぇ、わぁ、すごい、いろいろあるんだ。この辺りがですね、浅草の、この下町のちょうど中心エリアになります、ね、中心、はい、浅草のロック通りっていう通りになってます。あ、ロック通り聞いたことあります。よくですね、漢字で浅草、カタカナでロックで浅草ロックって言葉があるんですけど、はい、誰のロックンロールですかって聞かれます、はい、なんですけど、実はロックのことなんですね。浅草すごい広くて1から7ぐらいまで大体広がってます。あ、そういう意味でロックですか。そうですね、このロックっていうのが、昔東京一の繁華街だったということで有名でございますね。はい、60年ほど前ですね、東京にある、新宿の歌舞伎町だったりとか六本木、渋谷、いろいろね、繁華街はあるんですけれども、昔ね、60年ほど前は東京一の繁華街はこの辺りだったということで浅草ロックなんて言われてすごい有名でございます。で、それと踏まえてですね、金ちゃんさんですね、はい、浅草で活躍した人、デビューした人ですごい有名な方が、数十名様だけなんですけど、一応写真がこうやって並んでございます。なるほど。右のですね、1、2、3番目の看板、はい、向こうに黄色い看板見えますでしょうか。保留線って書いた、はい、あそこの下ですね、予約済みって書いた看板が貼っております。写真が貼ってないんですね。
あれ誰の予約だろうはははで皆さん帰っていくんですけど、実はビートたけしさんが貼られる予定でずっと予約になってます。そうなんだ。4つ目の看板に、師匠の方深見千三郎さんという人の写真が貼っております。たけしさんが遠慮されてます。まだね、俺生きてるのに自分の師匠さんとね横に並ぶと偉そうに見えるから。なるほど。俺がいなくなったら貼ってくれ。それまでは予約済みということになってます。あ、胡蝶忍さんだ。胡蝶忍さんが、こちらですね、今日は平日なんでね、少し割とちょっと落ち着いてますね。土日はものすごい通り、牛すり煮込みの料理なんかが有名で煮込み貝って言います。ホッピーっていう飲み物がすごい有名なんですけれども。ホッピー、はい、ホッピーですね。ホッピーね、あーホッピーか。ここホッピー通り、ホッピーなんて言われてます。土日に来ると空いてる席を探すのが難しいぐらい人でいっぱい。なるほど。お酒飲むとこだね。ここはあまりインドネシアの方は来ないかもね。ヤッホー。私も、インドネシアからお越しになったお客様はもう、はい、おそらく10人、20人もっとですね、はい、乗っていただいてるんですけど、やはり最後ね、言葉はあまり僕が上手くないんです、通じないんですけど、最後ありがとうって言ってくださるんで、テリマカシーってね。そうですね、テリマカシー。楽しんでいただけてるとは思います。あ、なんか今風ですね、この辺は。この辺のね、特に奥がですね、ショッピングセンターなんかもできて、すごい変わりました。は、変わった場所ですね。あ、これも変わった場所だ。変わらずにずっとあるのが、ここですね。これは浅草園芸ホールです。はぁ、浅草園芸ホール、よく有名なのがね、チャッチャカチャカチャカチャッチャパフ商店っていう番組がね、日本ですごい有名な落語の番組なんですけれども、はい、ここでやってるんですよって言いたいけど、実はやっておりません。あ、そうですよね、はい、商店メンバーさんとかですね、そういったレベルの高い落語をされる方なんかが普段ここで落語をしています。なるほど。皆さんもね、1年間あの番組だけでご飯を食べるわけではございません。普段はこういうところで落語をしますね、はい、なるほど。あっちの赤と黒の文字見えますでしょうか、はい、黒でですね、落語の人、有名な人、商店メンバーさんがよく出てます。それ以外の方でもすごい有名な方たくさん出てます。そしてですね、じゃあ赤い文字は逆に何なのとよく言われます、はい、お笑い芸人さんが出てます。あ、落語を聞いて漫才を見て、落語を聞いて漫才を見て、最後まで飽きずに長く楽しめるような工夫になっております。なるほど、円楽さん出るんだ今日。そんな、ね、方も出るし、特にね、皆さんすごい馴染みのある名前があそこに書いてあるんですけど、ねずちさんですね、整いましたっていう ね謎かけの方がいたんですけど、ね、最近ちょっとテレビには出られてないんですけど、ね、ここで交代交代でやってます。はい、なのでですね、大人の方3,000円、学生さん2,500円、お子様1,500円。ここ朝から入るとね、ずっと長く見れるんで。すごいですね。はい、なのでもし機会があればこういうところも行っていただければいいんじゃないかと。ありがとうございます。すげえ、こんなところも通るんだね。あと、すごいちょっと気が早いんですけど、もう2週間ほど前からクリスマスツリー出てます。本当ですね、もうクリスマスですね。あっという間ですけど、お寺とクリスマスってなんかいっぱい、なかなかお待ちしないんですけどね。え、もう本当、昔から古き良いものと現代が融合した感じで、今逆にね、すごい人気になってます。どう、インドネシア、これなんか感想的な、apa ya、この今まで、いや、jadi lebih tahu aja sih tentang Asakusa、うん、misalnya tadi Nezumi、Nezumi Kozo、 Kozo、 いや、aku tahunya itu dia pencuri yang baik、yang ngasih uang ke orang-orang yang membutuhkan, tapi ternyata enggak. Jadi itu kaget sih. 今ネズミ小僧の説明してくれた？あ、ちょっとだけ。そう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 。ね、お金の話。そう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 。まあお金を投げる。投げる。うん。寿司屋通りっていう通りになります。寿司屋通り。お寿司の寿司ですね。はいはいはい。寿司屋って言ってるんですけどね、寿司屋さんが全部っていうわけじゃなくて、そば店の店だったりとか、もんじゃ焼きとかね。浅草といえばというね、料理がお店がたくさん入ってます。あまり真ん中のね、中野通りというのは、ご飯屋さんはあまりないので、逆に周りにご飯屋さん多いです。特にこの寿司屋通りさんはいろいろ、ご飯屋さんが集結しているんで、それも人気です。すげえ。ヤッホー！おーおーおお。また道路だね。あ、この絵いいな、ほら。うおー、すげえ。そしてさ、遥か彼方にはスカイツリー。お兄さん疲れないですか？いや、もう長いことやってますんで大丈夫です。うすごい、ね、かっこつけて言うんですけれども、はい、一つだけまだ慣れてないことがありまして、はい、マスクをつけながら走るということ。なるほど、なかなか慣れております。はい、そ
それは難しい、ね、1日何人ぐらい乗せられるんですか。最近ですね、大体まあ3から5組ぐらいのお客様が。そうなんですね。もちろん朝一は元気なのは当たり前です。最後の最後、大体は夜7時頃までやるんですけど、7時ギリギリに乗りますって言われて乗ってくださるお客さんでも元気に行きます。なるほど、はい、あの一番高いコースを頼まれる方もいるんですか。そうですね、はい、大体ね1時間とか1時間半くらいが一番長いんでしょって聞かれるんですけど、はい、3時間のコースとかも、私やったことあります。やーべー、もう足が棒になりますね。ですね。3時間。これはね、私の話ではないんですけど、人力車にですね、東京ディズニーランドまで行ったっていう人力車の車夫さんもいらっしゃいます。何時間かかるんだそれ。大体ですね、信号とかにもよるんですけど、3時間あたり4時間ぐらいかかるんじゃないかなと。それぐらいで行けます逆に。実はね、行けると思います。ただ行きたいか行きたくないかどちらか選ばって言われたら、すみません、私はあまり行きたくないです。そうですよね。なぜならね、行きはね、お客様と一緒に楽しく行くんですよ。帰りか。帰りはですね、私一人で帰ってこないといけないんですよ。いやきつい。それがちょっと辛いです。でも、いざ行けと言われたら笑顔で行きます。4時間。私が東京駅の近くまで行ったことがあるんですけど、はい、それで大体結構頑張って1時間かからないぐらいだったんですよ。でもそんなんで行けたんですか。意外と行けるんですね。すげー。でもかなりしんどかったです。ですよね。でもディズニー全然つきません。ですよね。あとですね、こちらも有名な建物で、これ浅草の観光センターでございます。あ、観光センターっていうのがあるんだ。オリンピックの競技場を作ったね、隈研吾さんって方が作ってて、同じ方が作ってます。ちょっとデザインが。Tahu. Terkenal? Di universitas saya ada bangunan baru. Nani ya bangunan baru? Atarashi biru. Ah, hai hai. Kengo Kumasan ga. Ah, so nanda. Oh 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 oh. Ne. なんかいい夕暮れの感じになってきましたね。逆にね、お昼はもちろん綺麗なんですけど、夕方と寒い時期でなければ、夜とかもね、結構おすすめですね。そうですよね。なんか東京住んでるくせに全然浅草来たことなかったな、俺。やっぱり最近都内のお客様がすごいいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり私都内に住んでるっていうだけで何でも知ってる私って思い込んでしまってた方も多いです。なるほど。いざね、乗ってこられると、わ、真ん中しか知らなかったわっていう方も多いですね。そうですよね。例えばですね、私何でも知ってるのよって方もね、本当に知ってる方もいらっしゃるんですけど、大体の方ね、乗った後すぐ知らないっていうことがたまに。そうですよね。それがあのビルですね。あのビル何に見えますかと私いつも聞くんですけれども、あのビールのやつ、はい、朝日の本社ですね。大体ね、知らない方意外と多いですよ。何に見えますかって聞かれた時、皆さん悩まれるんですけど、でも左がビールのジョッキの形になってます。ああ、そうか。すると、この後はね、ビールの形にしか見えません。はい。で、隣もですね、ちょっと変わった形なんですけれども、実はね、炎になってるそうです。炎なのあれ。はい、オリンピックのね、聖火台の炎みたいな感じです。こちらとも両方朝日さんです。朝日すごいビルですね。もうね、私もやっぱりまずこの街に、一番最初にね、初めてフラッと寄ったのが9年ほど前ですから、はい、やっぱりまず驚いたのがね、あれビールなんだと。すげえ、初めて知った俺。なかなか知らないことも結構多いですけど、初めて知ったっていうのはタウプルトマカーリ。いや、おう、バルタウプルトマカーリ。バルタウプルトマカーリ。うん、おー、すげえな。そうなんだ、知らなかったわ。知らないこと多いな。わー、おすごい。はい、こちら、曲がったところがですね、春、3月の後半とか4月の初め、ここはすごい桜が綺麗で有名なところですね。はい、隅田川のハードでございます。あ、ここね、本当桜綺麗なんですね。そうです。ちょっと今はこう感じるんですけど。いや、今は無理ですね。やっぱりね、皆様にいつも言うのは、その際、東京にいらっしゃったらぜひ来てくださいと私いつも。あスカイツリーすごいね。ヤッホー。こういうのいいね。意外と皆様気づかないんですけど、さっきのビールのジョッキのビルをご覧ください。スカイツリーが反射してすごい綺麗に見えます。本当だ。ここがですね、普通に歩いてるとみんなあんま気づかないんですけど、よくね、言われてたのが、スカイツリーってね、ちょっと銀色っぽくも見えるので、はいはいはい、金色っぽく見えます。金と銀の2本のスカイツリーみたいな感じかなと。なるほど。素敵。意外と気づかない。ですね。
構ですね、この辺りでお二人様乗ってるところをお二人様のカメラで撮ったりもするんですけど、おカメラとか撮りますか？あ、ぜひ。はい、じゃあ撮らせていただきます。お願いします。こちら、こういった感じですごい綺麗に見えます。あ、全部じゃん。もう全て見えます。すごい高くてですね、真ん中の大展望台でもうすでに東京タワーを越しているという話もあります。そうですよね。東京タワーが333、これがですね、634m となります。武蔵、はい、で真ん中で350ぐらいあるそうですね。まあものすごい高くて、いつも迫力をね、届けてくれて、すごい、紹介して浅草寺とね、雷門とスカイツリーセットで皆さん楽しまれてます。はい、ではここで、お二人様のね、乗ってるところを1枚写真撮らせていただきます。すいません、お願いします。くれた。わあ、到着だねこれ。こんな感じでですね、景色がいいほど下町にいるところをぐるっと回ってきました。わあ、楽しんでいただけましたでしょうか？もちろん。お兄さん、ジャスト30分ですね、本当に。大体そのぐらいになります。ただ、普通に行くと、皆さん大体これを40分ぐらいかけて行く人もいます。私は結構、車道が速いので。なるほど。できるだけ同じ時間でも、多く見ていただきたいので。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、下つけて。でそこにですね、人力車の専用のレーンっていうのがありまして、バスだと下にバスって書いてるんですけど、そこ人力車って実は3本書いてる。すげえ、そう、本当だ、書いてある。これはなかなかないです。ないですね。やはり浅草人力車の街のイメージもね、ものすごい強い、すごい、そういった感じになってます。素敵ですね。このお仕事は何年やったら一人前とかなんですか？もうあのいろんな方からですね、私はもうかなりベテランの部類に入ります。そうですよね。ですが、全然まだまだ自分でも未熟だと思ってます。きっとゴールはないと思います。なるほど。私まだまだ続けて、もちろん10年目も超えるんですが、それでも全然ゴールじゃないと思っております。素敵だな。なのでこれからもね、人力車だ、毎日ね、走って頑張りたいと思います。いや、また乗らせてください、ぜひ。で、ね、ここで、お二人様のお命をね、開始しまして、はい、これで終了という形になります。ありがとうございます、ね、私人力車松風岡田と言います。私ね、人力車乗っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。テレマカシバニャク。テレマシ。じゃあゆっくり下げさせていただきます。はい、どうでしたか？楽しかった。ねえ、うん、浅草いっぱい来たことあったけどさ、そう知らないこともいっぱいあったでしょ。そう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 。こちら止めさせていただきます、はい、よいしょよいしょ。じゃあ、ありがとうございます。お会計ありがとうございました。はい、ありがとうございます。コースも達成になります。高額ですが、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。タクシーをする方もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様にもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、任せに、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。いらっしゃいください。ありがとうございます。おー、しかったね。ギマナ、ギマナっていうの、ギマナ、ギマナ、スナーン、イエースナーン、イエー。なんか、インドネシア語で俺が話せないのがもちろん心苦しいんだけど、はい、日本人でも、日本人の僕でも知らなかったことがたくさんあったから、うんうん、すごく良かったね。彼ら待ってるかな、ね、どうする、いなくなったらもう、あ、いた、いた、いた、あ、本当だ、来た。すごい楽しかったよ。うん、電池切れた。ハラル料理。ハラルのお寿司。行きます。Terakhir, kita akan makan di restoran sushi halal. Wow. Wow. ハラルって書いてあるね。素敵な店。Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tolong subscribe ya.